ローマのグレゴリアン大学、アンマナーティの後期作品の一つ、ネプチューンの噴水、バルトロメオ・アンマナーティは、フィレンツェにほど近いセッティニャーの出身の建築家で、彫刻家、バルトロメオ・バンディネッリとヤーコポ・サンソビーノに弟子入りして学び、ミケランジェロの作風に大きな影響を受けている。彫刻家よりも建築家としての評価が高い。 ヴィラジュリア国立博物館の建築物群などローマで様々な建築物を設計しており、ルッカやフィレンツェでも多くの建築物。古事も一世の妻エレオノ・ーラディトレドの命で行ったピーティ宮殿の増築は本体部分を設計したフィリッポ・ブルネレスキの作風に似せて設計したもので、アンマナーキの作品の中でも特に評価が高い。1569年にはアルノ川にかかる サンタトリニータ橋を建設しており、こちらも評価が高い。楕円形の三つのアーチで構成される橋で、増水で同じ川に架かる他の橋が流されても、この橋は耐えたという。しかし1944年、第二次世界大戦中に破壊され、1957年に再建された。また、シニオリア広場にある大理石とブロンズ製のネプチューンの、 噴水も代表作の一つである。もともとは師匠であるバンディネッリへの依頼だったが、バンディネッリが亡くなったためコンペが行われ、ベンベヌートチェッリーニやヴィンチェンツォンチなど有名な彫刻家を差し置いてアンマナーティが選ばれた。1563年から1565年にかけてバンディネッリが選んでいた大理石の塊を使って作業し、ジャンボローニャラが弟子としてそれに参加した。 ネプチューンの顔は、孤児も一世に似せて彫刻したという。完成した作品を見たミケランジェロは、美しかった大遺跡をアンマナーティが台無しにしたとあざけった。アンマナーティは、その後10年かけてこの噴水に装飾を加えて、マニエリスム風にした。ブロンズ像もごから加えたが、全体として守備一貫した印象を与えている。この噴水は、 後世の噴水制作者に影響を与えた。アンマナーキの彫刻作品は他に以下のものがある。1550年、詩人のラウラ・バッティフェリと結婚。後年、対抗宗教改革の影響を受け、自身がこれまで作ってきたラゾを非難しなければならなくなった。また、財産はすべてイエズス会に移送した。1592年、フィレンツェで亡くなった。ありがとうございます。